アイノーズです。クリスマスカウントダウンの5回目ですね。それでは早速開けていきましょう。レゴシティ1つ目、2つ目、レゴスターウォーズ1つ目、2つ目、レゴハリーポッター1つ目、2つ目、あ、ロンですね。レゴフレンズ1つ目、2つ目、メガコンストラクツのポケモンです。9番と10番を取ってきます。では9番ですね。あ、イーブイ。続いて10番です。同じくメガコンストラクツのミニオンですね。2つ適当に取っていきましょう。それでは1つ目開けていきます。お、これは出たことないですね。続いて2つ目ですね。あ、またこれですか。トミカです。1台取っていきます。そうですね、たまには手前側から取っていきましょうか。これにします。はいはい、スカイライン 2000GT かっこいいですね。ホットウィール1つ目、2つ目、これなんか車両っぽい形してます。おお、車両ですね。よいしょ。ミニミニトーマス1つ目、2つ目、おお、なんかすごい柄ですね。はい、完成です。レゴシティ1つ目はプレゼントですね。2つ入ってます。色違いになってますね。まあ、2つ入ってるのは嬉しいですよね。2つ目はフレアです。レゴシティアドベンチャーズの主要キャラクターの一人ですよね。まあ、フレアはやっぱりこの紙パーツがすごく綺麗なパーツじゃないかなと思います。で、手には警察のバッジですかね、ちょっとよくわかりませんけど、プリントパーツを持ってます。ちなみにこのパーツなんですけど、もう一つ予備パーツがついてました。これは嬉しいですよね。で、顔ですけど、この顔ともう一つこの顔がついてます。ということで、組み立て方こんな感じで載ってました。レゴスターウォーズ1つ目はレイですね。手にライトセーバーを持ってます。これがかっこいいですよね。ちなみにライトセーバー、つかの部分だけ1つ予備パーツがついてました。これ嬉しいですよね。で、レイですけど、特にクリスマス仕様とかっていう感じではないですよね。まあ、通常通りの服装じゃないかなと思います。顔はこの顔ともう1つ、よいしょ、この顔がついてます。2つ目はディオです。ディオは持ってなかったので個人的には結構嬉しいですね。これプリントもしっかり入ってるんですね。で、さらにそれにサンタの帽子が付属してるということで、まあ、なかなかいいのが手に入ったなと個人的には思いました。サンタの帽子をレイにかぶせるとこんな感じになりました。いかがでしょうか。これ可愛らしいですよね。かっこよさも備えた可愛らしさという感じがするんじゃないかなと思います。こっちの方が良かったような気がしますけどね。ちなみにフレアと紙パーツ交換してみました。いかがでしょうか。まあ正直ね、誰か分かりませんけど、なかなか綺麗なミニフィグになったんじゃないかなと思います。まあこういう楽しみ方もね、一つじゃないかなと思います。2つの作り方はこんな感じです。ハリーポッター1つ目はテーブルですね。多分ユールボールに登場したテーブルをイメージしてるんじゃないかなと思います。乗ってるボトルなんですけど、キャップがこれオレンジの花パーツを使ってるんですよね。これなかなか可愛らしいなと思いました。2つ目はロンです。これお母さんから送られてきたユールボールの衣装着てますね。このひらひらな感じ、すごくそれっぽくていいんじゃないかなと思います。で、その下のプリントがかなり細かいですよね。で、これなんですけど、背中側にもびっしりと入ってます。これはなかなか細かくできてるなと思いました。で、足パーツなんですけど、これハリーと一緒です。短くてこうやって動かせるタイプになってます。これは嬉しいですよね。あと顔ですけど、この顔ともう一つこの顔がついてます。で、組み立て方はこんな感じになってます。フレンズ1つ目は飛行機のおもちゃかドローンかというところですかね。右側のは多分コントローラーですよね。まあカラーリング的にはフレンズっぽくていいんじゃないかなと思いました。2つ目はテーブルの上にお菓子が乗ってます。これいいですよね。それぞれのアイテムもいい感じですし、なんかすごくね、美味しそうな感じがしていいんじゃないかなと思いました。あとテーブルの足がとても綺麗ですね。ピンク色のクリアパーツを使ってます。このあたりはね、さっきの飛行機もそうですけど、フレンズらしい感じしますよね。それぞれ作り方はこうなってます。
メガコンストラクツポケモン一つ目はイーブイでした。これピカチュウよりも個人的にはよくできてるんじゃないかなと思います。耳をこうやって動かすことができます。頭も同じように動かせるんですよね。でその下足のところなんですけど、2箇所関節があってそれぞれボールジョイントになってますんで、ここもね結構自由に動かすことができます。後ろもそうですね。それから尻尾のところもボールジョイントになってますんで動かすことができます。これなかなかよくできてるんじゃないかなと思いました。で首の下の縦髪というかふさふさのところなんですけど、これが柔らかい樹脂素材でできてます。これなかなか嬉しいですよね。はい、2つ目は太鼓とバチ2本ですね。これ取り外して、こんな感じで遊べるという感じじゃないかなと思います。ポケモンは関係ないでしょうね。はい、作り方こんな感じになってます。同じくメガコンストラクスミニオン一つ目は、おそらくこれケビンじゃないかなと思います。シャツを着てるような感じになってるんですけど、ちょっとねどこで登場したタイプなのかが分かりません。もしご存知の方いらっしゃったら教えてください。で付属品としてコンピューターとか、パソコン、ノートパソコンみたいなやつがついてました。画面のところバナナがついてるんですよね。これプリントの、画面になってます。シールではありませんでした。でこうやって、パチッとね閉じることができるようになってるということで、なかなか細かくできてますよね。はい、2つ目はこれです。もうおなじみですね、パンツ姿のミニオンです。トミカです。日産スカイライン 2000GT ということで、アソート第1弾の、1台になりますね。開けていきましょう。はい、おー、赤がかなり鮮やかな感じしますね。はい、では詳しく見ていきましょう。これですけど、スカイライン 2000GTR レーシング、これですね。これと多分同じじゃないかなと思います。これイベントモデルトミカなんですけど、もうパッと見ね、すごく似てますよね。ライトとグリル別パーツになってて、下のバンパーのところはシャーシから連続しているものになってます。ホイールはやっぱり白になってますね。で、ボディですけど、これね、ソリッドな赤、すごく綺麗ですよね。とても綺麗な赤だと思います。フェンダーのでもね、いい感じじゃないかなと思いました。で、これをさっきのと比べてみると、こんな感じですね。タイヤがちょっと違うのと、ドアの形状が、こっちね、結構隙間がありますけど、こっちもぴったりになってますんで、その辺は多分違うのが使われてるんですけど、ボディそのものは多分一緒じゃないかなと思います。で、そのドアを開けられるようになってます。インテリアなんですけど、白ではないですね。ちょっとね、なんかグレーがかったような色になってるかなという感じですね。で、反対側のドアももちろん開けられるようになってます。それからリア周り、スポイラーのでもちゃんとありますよね。で、テールランプなどの塗り分けはなくて、ナンバープレートに GT と入ってます。で、ここもバンパーはシャーシから連続してます。はい、シャーシですけど、こんな感じになってます。これ、さっきのやつと比べてみましょう。はい、これがさっきのやつですね。下は中国製、上はベトナム製になってるんで、そのあたりはちょっと違ってますけど、デザインとしてはやはり、一緒になってますよね。そして、サスペンションがついてます。ホットウィール一つ目は、これは何でしょうね。タイヤの形をした飾り、メダル、そんな感じじゃないかなと思うんですけど、ちょっとよくわからないですね。後ろに穴が開いてるんですけど、こっち側には開いてないんですよね。なので、紐を通すようにはどうやらなってないみたいですね。ただ、真ん中のこのホットウィールと、雪の結晶のところのプリント、これすごく綺麗だなと思いました。素材は全部プラスチックになってます。二つ目は車両です。ドリフトスターという車みたいですね。フロントの凹凸なかなか細かいんじゃないかなと思いました。ライトの塗り分けはないですね。で、ボディはオレンジのソリッドなんですけど、正直あんまり、状態は良くないかなという感じですね。で、サイドプリントが入ってて、後ろの方にね、ホットウィルのロゴも入ってます。で、リア周りなんですけど、なんかね、ギザギザとしたやつが出てるんですよね。これは何ですかね。結構面白い形だなと思います。ミニミニトーマス一つ目はスタンリーです。顔はすごく似てると思います。で、ここにシルバーがちゃんと入ってるところもいいですよね。それ以外特に変わったところはないかなと思います。二つ目はスペンサーですね。で、後ろのイラストは多分これホットドッグじゃないかなと思います。面白いプリントになってますよね。上にはちゃんとマスタードとケチャップまで乗ってますね。で、顔なんですけど舌を出して、よだれが出てるということで、結構ねユーモアのある一台になってるんじゃないかなと思いました。
はい、いかがでしたでしょうか。今回はミニフィグが多かったですね。あとスカイライン 2000GT すごくかっこよかったんじゃないかなと思います。次回は12月11日金曜日です。次もぜひ見てみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。